エンは、韓国の男性歌手、俳優、本名、チャ・ハギョン、韓国出身の5人、組男性アイドルグループビックスのメンバーリーダー。血液型 A 型、2012年5月にビックスのメンバーとしてデビュー、リーダーを務める。様々なジャンルのダンスパフォーマンスをこなし、自身でダンスを作り出す能力も優れており、デビュー前に出場したダンス大会、 2009韓国製商人ダンスフェスティバルでは大賞を受賞。韓国の三大芸能事務所 SMYG JYP エンターテインメントからラブコールを受けるほど優れた過去のダンス映像も話題となった。ドラマ、舞台、テレビ番組の MC など音楽以外にも多方面で活躍している。勉強熱心で努力家であり、高校時代にダンスを学ぶため日本に留学した。 経験がある。日本語も勉強しており、ビックスのメンバーの中で最も流暢に日本語が話せる。憧れは東方新規のユンホ。学生時代には学園祭で東方新規、ライジングさんを披露したこともソロファンミーティング時に明かした。メンバー思い、ファン思いな一面非常にメンバー思い、ファン思いとして有名である。自身の誕生日に 自らデザインしたファンへの感謝のメッセージを込めた野外広告を掲出。さらに、サプライズで無料のストリートライブを開催。当日に予告したにもかかわらず、現場には1000人近くのファンが集まり、参加できない地方や海外のファンのためにオンライン中継も実施した。ドラマ撮影など多忙な年でも、自身の誕生日にはファンへのプレゼントとして、サプライズでパフォーマンス映像を公開。 ソロファンミーティング開催時にもサプライズで自ら考案、デザインしたプレゼントを用意し、終演後にファン一人一人に手渡しした。閉域中の現在は、たびたびファンに当てた直筆の手紙を YouTube の個人チャンネルにて公開している。様々な全校プロジェクトに参加発達障害性少年オーケストラ支援や、韓国ハビタット定期貯金活動へ参加。 ビックスが日本で発売した縁が作詞作曲を手掛けた楽曲サボテンの韓国語バージョンを発売し収益金を寄付するなどその他継続的に複数のボランティア活動を行っているまた2017年に日本で開催されたソロファンミーティング時縁手作りのキャンドルを販売本人の希望によりキャンドルの収益金全額を 東日本大震災義援金として寄付した。縁は小さい頃から夢見てきた歌手の道を歩んでいる。たくさんの人々の助けと関心のおかげで今の自分がある。これからはその愛を少しずつ分かち合う人生を生きて行こうと決意し、一つずつ実践をするようになったと語っている。ありがとうございます。